じゃーん、お肉の剣が見て、ここ神戸肉流通推進協議会登録指定店神戸牛って書いてある。シュアルームの特典のやつです。なんかね、すごいね、分厚いお高そうな封筒に入ってます。お、お肉、なんかキンキラキンの牛の絵が。カタログギフト。同封のカタログから好きな商品をお選びください。4つの食べ方かける2種類の計8商品から計1点お選びいただきます。同封の幅決まったはウェブでお申し込みください。 お客様の希望の地図にヤマト運輸がカットしたての神戸牛をお届けします。世界の舌を魅了する神戸牛。日本が誇る和牛の代表ともいえる神戸牛、きめ細かく上品な甘みのある赤身が脂肪の風味香りと溶け合うハーモニーを美食を極めた世界のセレブリティも魅力するほどです。1868年1月1日に国際港として海外に門戸を開いた神戸には明治以降多くの外国人が訪れ、神戸ビーフの名が世界に広がりました。以降神戸牛は和牛の代名詞として世界的ブランド牛の地位を保ち続けています。ほう、神戸牛とは、あーにゃし、弱虫10個は言うちゃう神戸牛という生きた牛は存在しないことをご存知ですか。ほとんどのブランド和牛のルーツといわれる丹波牛のうち、一定の品質基準を満たすえりすぐりの牛肉のことを神戸牛、神戸肉、神戸ビーフと呼びます。そうなんですか。神戸牛の条件を簡単に説明すると、先祖代々兵庫県生まれ兵庫県育ちという純血を保たれた。ほうほう、神戸牛で楽しむすき焼き、赤身派、霜降り派、赤身で赤身がいいです。なんてかっていうと、最近霜降りってお腹壊すことを判明しました。ステーキ赤身派、霜降り派、しゃぶしゃぶ赤身派、霜降り派、焼肉赤身派、白振り、霜降り派。いや、なんかね、私焼肉食べに行ったら絶対その食事の後半から、あと家に帰ってからずっと、もうなんかずっと胃もたれみたいな、お腹の違和感がすごくて、結構なんだろうな、ベッドで寝ててもなんか気持ち悪いし、座ってても立ってても歩いてても気持ち悪いしみたいな感じになることに気づいたんですよ。で、それでそうなってる時って、赤身の時より霜降りを食べた時の方がなるなって気づいて、ちょっと霜降りを避けがち最近。バニー、いや、美味しい、10個言うと、ということで赤身にします。そうです、ネットで調べたんですよ、お肉食べた後お腹壊すって。そしたらそういう人は結構多いらしくて、なんか脂身を分解してる間はなんかどっか肝臓か胆汁なんか分からん、どっかの臓器がこの脂身をねやってる間は処理、脂肪の処理をしてる間は胃があんま動かないんだって。だからずっとその脂を消化してる時、その脂肪を消化してる時、胃が動かないから胃に物が溜まり続けちゃうんだって。
そう。だから、6円の髪型のアピっぽい。そうだからもう前髪伸びすぎてこうしちゃった。そう、なんかそれでここにどんどん溜まってくから胃もたれが気持ち悪くなるんだ。なんか書いてて、あ、なるほどと思って。でもね、昔からそうなんですよね。まあ高級肉が食べれない体質なのかもしれないですけど、霜降りがちょっと体質に合わないというわけで、しゃぶしゃぶステーキすき焼き焼肉1,2,3,4ってつけてみんなに投票で選んでもらってもいいんだけど、すき焼き以外が出ちゃったらすき焼きになるまで投票し直しになるから焼肉ステーキ、こんな遊びしたことない。それな。いや、絶対すき焼きやろ。待って、1200g も来る。困る困る困る。え？ 2 回に分けて送ってよ。まあ、でも冷凍しとけばいいか。なんでそんなに送って、6から8人前？なんでそんなに送ってくるん？おいおいおい。うわ。ねえ、6から8人前も送られてくるんやけど。冷凍しとこうね。パーティーだ。ああ、待って、申し込む日程いつにしよう。でも家で受け取れる時がいいよね、絶対。予定開けときます。ありがとう。これ締め切りあんのかな。確実に家にいるっていう日程が分かるときにした方がいい気がする。お肉無駄にしたくないから。
うわ2月15日から選べる、そんなすぐ来るんだ。あ、全然4月とかまで選べるよ。誕生日とかに届ける？予定わかんないよ。有効期限1月6日まで。とりあえずじゃあ一旦保留で、一旦日程がわからないので一旦保留で、とりあえずカタログギフトをいただいたということでありがとうございます。一旦ね、一旦保留にして、あの確実に受け取れる日にしないともったいないから、予定が分かったら注文します。えい、福田あかり様ショールーム、待って、ショールームから JCB ギフトカードが届いた、5000円分の。 JCB って何？何に使える？え、これ何のやつだろう？え、めっちゃ嬉しいんだけど。え、待って、これデパコス買える？え、デパートでさ、何でも買えるやつ？え、百貨店どこでも使える？きたー！あ、そごういける、イオンもいける、あ、ユニクロとかもいけるよ、ベスト電機。え、待って、待って、旅行券もさもらったことあるんだよ。でさ、旅行券の行き場がなくて困ってるんだけど、これももしかして何でも使える？あ、JTB は別。あとね、今日ね、ハーゲンダッツの件をね、持て余してて、使ったの。最高だった、ありがとう。え、待って。花丸うどんのお好きなうどん一杯無料券出てきた。え、2022年2月までだ。やられた。みんなからもらったね、このあ、これ JTB 旅行券5000円分、これは昔もらったやつなんだけど、これの使い方が分かんなくてずっとあるんだけど、これもこれ旅行だけ？JTB の旅行商品を買うと使える。そうで、由美子とかと、あと南と由美子とこれでなんかユニバ行こうとか言ってたんだけど、この JTB の存在が分かんなくて、 JTB について私たちは無力なのね。え、金券ショップで換金？やだ、なんかみんなからもらったやつそんな換金とかしたくない。これ使いたいじゃん、ちゃんと。 JTB で新幹線やバス宿の予約に使える。あ、そうなんだ、まあ、有効期限ないから、まあ、いつか使おう、落ち着いたら。
ろいろ使える可能性があるんですね。ありがとうございます。規制で使えるんだ。おー、めっちゃいいじゃん。新幹線のチケットも買える。あ、そうなんだ。え、ありがたい、助かるんだが。今日のハーゲンダッツの件もさ、なんかあれが多分630円分ぐらいの、あ、洗濯機が洗濯終わった。お疲れんかー、後で干すね。630円分ぐらいの価値があって、あのハーゲンダッツの計1枚に。ででもね、アイスは198円なの、スーパーでハーゲンダッツので。わかる、ちょ今からちょっと難しい話するけど、ハーゲンダッツの2個の券で2個買うとあれの券も使えるんだけど、ハーゲンダッツ198円2個買ったら400円じゃん。だけどあのハーゲンダッツの券をレジの人がピッてしたら630円引かれるのね。ハーゲンダッツの券で引かれた分って、だから270円得するので。もそれはちゃんとなんか無駄にならずに、普通に他のものを買ってたら他のものが引かれてるの、お金が。めっちゃすごくない？最高の気分だった今日。わかる、言ってること。でもね、スーパーによってはただハーゲンダッツ2個と交換のとこもあるのね。だけど私はパセリにあのハーゲンダッツの券の使うのが一番お得なスーパーを聞いて、この事務所の近くで、でそこで他のものも買ってちゃんと670円分引かれてってやった。そういうのパセリが詳しいから。そうそう、スーパーのシステム次第。今日それが素晴らしくってめっちゃ嬉しかった。アイスの達人だから、アイス関係が情報はパセリに聞け。こんばんは。急にお疲れんこんっていうか、誰と話してるかと思った。あの洗濯機に言いました。洗濯回したんで。いや、あんまり金券とかをさ使うことがないからさ、なんか勉強、なんか社会勉強させてもらってるわ、ショールームでこういうのでと思う。思わない？ありがたや。ご飯行こうっと。よいしょ。その力で飛び込んで海を泳いで渡ろう。たとえ雪が舞い落ちようとも。誰よりも誰よりも愛したせい、もう僕はじっとしていられない。愚か者と知らゆみさされ
お鍋です。いつものいつものです。いやー、いつもの鍋が大好きなんだ私。嬉しい、家って感じ。肉解凍中。1リットル入れたから1対10だからこれは100ミリリットル。このね、めっちゃ適当に作るんやけど、あのこのベースだけしっかり測っとけば絶対うまいことが約束されてるから。よし、白菜ときのこ。よし、笑顔のチャンスのメイキング公開されてた。後で見るか。昨日ね、めっちゃ大掃除したの。もうやばいぐらいの大掃除、3時半ぐらいまでやった。
マジですごいかった。もうあんなに汚かったのにこんなに綺麗になるって感じ、すごいです。本当にすごかった。なんかそう、今日公演があるからそんなことしてる場合じゃない、早く寝なきゃいけないって分かってはいたんだけど、あのもうね止められなかった。だから今やらないと私多分一生やんないなって思ったからやったんだ。いやもう本当に素晴らしかったな、本当に素晴らしかったです。マジで偉いって感じ。そう、思った時にやんないといけないの。私は今から買ってきたお肉を冷凍します。すごい大掃除だったな。さ、大掃除でさ、地味に一番大変なのは机の上の散らかりを片付くことだと思わない？フグキャプテンすごい吹ける。フグキャプテンだよ。今日はありがとう。こちらこそ、なんか公演をありがとうって言ってもらえると報われる。なんかもういつも、もうね、思春期のアドレナリンからの今ハッピーが辛すぎて辛すぎて、あの四国ね、緩いように見えてめっちゃ体育会系なんで、内容がパッションは全然体育会系じゃないんですけど、あの公演内容実はめちゃくちゃきついんですよ。これは本当にメンバーに聞いていただいても分かると思うんですが、実はだからもう意識がない。頑張った。マジで周期のアドレリンはアドレリンが出てないと無理っていう。あの曲は若蛍が選んでくれたんですけど、四国公演始まるときに、始まるとき四国公演の第2ラウンドぐらいかな。若蛍はあのこのしんどさを四国に残して去っていったっていう。公演楽しかったです。ありがとう。私も楽しかった。ライブができて幸せ。愛してる愛してる愛してるマジだよ、愛してる愛してる愛してる一緒に調子ようぜ。ちょん、あれ盛り上がる？イエーイ。
家族用の肉を小分けにしてるよ。これ意外と使い切るから毎回ちゃんと。でももう夜にスーパーに行ったから L しかなくて。めっちゃ大量にある。さすがに多いな。ダリダリちょっと待って。青い月が見てるんじゃない。アリちゃんのツインテール可愛かったね。めっちゃ可愛かった。あれが似合う子って本当にすごい。パンパンパパパンは面白い曲だよね。なんかでも内容は歌詞の内容めっちゃいいこと言ってるんだけど、なんか曲とダンスがちょっとシュール。ドームツもうさ、レコ大道で紅白出場ドームツアーをして歌いたかったな。紅白出たかったな。いつか出たいな。諦めてはないけどさ、大きな一番大きなチャンスがさあったわけじゃん去年。それはやっぱ逃したのは結構辛いところではありますよね。全部包まなくてもよかったの。使う。つい全部包んでしまった。
髪伸びたんだよ。今閉じたのに今開ける。あなたにも一生忘れないその色があるらしい。いくつもの青やいくつもの赤があるでこの目で見て知ったよ。よし。オッケー。良いのではないだろう。いただく。いただくよ。よし、この白だしの鍋を捨てる瞬間が私一番幸せなの人生で。マジで。いただきます。結構冗談抜きで一番幸せ。実家帰る時とこの白菜と豚肉と白だしの鍋を食べてる時が一番幸せ。こんな感じです。いただきます。うまそうやろ。うまっ。うまい。ちょっと白だし追加。うん、うまっ。お鍋最高。バラありがとう。ティーカップありがとう。
ウマ虫。マジでうまい。薄味だから永遠に食べれます。疲れんこ最高。うまいんだが、ひかりちゃん幸せ今。うどん入れとこ。お水。
今です。タカバラ10個ありがちゃ。好きなキノコ、36万ポイント超えました。本当？嬉しい。今日中に40いくかな。多分舞茸。ありがとう。かわいい。それガレグマ、疲れ様だね。かなぶん、チョコ10個、チョコバラ10個ありがちょ。こんばんは。ちょっと洗面器行くか。あ、置いたん。急げ急げ急ぎ急げ、あいがちゃん。今日さ、自己紹介でさ、葵ちゃんと夜公演二人きりだったんだけど、いつもさ「何々ちゃん」みたいな言うじゃん。例えば「福田は瀬戸内福田あかりです、イエーイ福ちゃん」みたいな周りのメンバーが言ってくれるじゃん。あれさ、普通だったらさ「葵ちゃん」ってみんなで揃えて言うけどさ、一人だったからさ、置いたーって言ってやったぜ。気づかれたかな、誰かに。多分バレてない。多分バレてない。ペール香港にゃん、ありがとう。気づいてないことにしとく。
思いっきりバレてた。ほんと、ちょっとうどんをちょっとだけ煮込みます。幸せ、鍋してる時間、一生この感じの生活がいいな。こんばんは。こいつを取り出す。ぐんぐんぐんし、チョコのバラ10個ありがとう。
ごめん、今集中してて全然喋ってなかった。この一つ残らず具を取るぞっていう気持ちが強すぎて。よし、こんなもんかな。よし、感動してる今。絶対うまいやんこんなん。いいんですか本当に、私これ食べちゃっても。みんなにも見せてあげよう。じゃん、やば。いただきます。うまそう。えのき、まいたけ、しいたけ、しめじ、人参、白菜、おに豚肉となっております。いただきます。幸せ。幸せ。朝から昨日片付けちゃんとして、綺麗な家でから出て、朝からちゃんと、起きて、離公演してファンの人と会って、アイドル活動ちゃんとできて、
ライブができて、それで家に帰ってきて、こうやってもう最高鍋を食べる、しかも綺麗な家でハッピー、今ハッピーだ。素敵な一日、鍋焼きうどんです。まっ、最高の気分。最高。うん。あちちちち。今日いっぱい動いたからいっぱい食べてます。プラマイプラ。ハッチ、チョコバラ10個ありがとう。ハッチ、ウサギ、急げ、急げ、ウサギ、急げ、タワーありがとう。タワーだ！今、いつも食べてるから、後で書く。ありがとう！ウサギのように白いうどん。ぴょんぴょん。うま。ごちそうさま。最高の気分。
ああ